はい、今日は大きなニュースがあったということで、緊急収録をしようとしたんですけど、今日僕、湯川塾の日なんですよね、少人数勉強会、湯川塾の日なんで、できないよとか言ってたんですけど、あ、じゃあもう湯川塾の中でやってしまおうかみたいな、なんか湯川塾の受講生の皆さんも遠藤さんに質問できる機会になるので、いいかなと思うので、湯川塾でやっていきます。はい、今日は、オペレーターの話ですよね。はエージェントプラットフォームオペレーターというのを用意しているという話をブルームバーグ通信が報道してきました。で、我々はずっと、来年からエージェントの時代になるよというのをずっと言っているので、これ我々が取り上げるしかないよなということで、緊急収録ということで、主に遠藤さんがお話してくださるということで、遠藤さん、共有しますか、画い。面取りますか。はい。あ、もうこのままでいいかなと思います。このまま一旦、はい。喋っちゃいますね。ということで、多分今日なんですけれども、ブルグバーグがなんかこう、リーク記事みたいなのを出してきまして、なんかこう、3人から証言を取ってますみたいな記事だったんですね。で、そこに書いてあったのが、このオペレーターっていう、こう、名前で、この AI エージェントを、このに、来、ん?あ、これ24年になってます。25年ですね。25年の1月にリリースするみたいな話をなんかオープン AI のその幹部が発表しましたみたいな、なんかそういうリークがあって、で、これどういうものかっていうと、まだ研究のプレビュー版ですよということで、まず、なんですか、サービスとして出すっていうよりは、なんかプレビュー版として出すっていう前提で、その開発者向けの API ですね。UI があるっていうよりは、そのコンピューター上からこうアクセス、コンピューターのプログラムでアクセスできるみたいな、なんかそういう状態でリリースされますっていう。なんでアンソロピックがその画面をいじれるみたいなやつ、あれも API で出してきたんで、まああれと同じようなイメージなのかなと思いますね。で、何できるかっていうのも、アンソロピックが出してきたコンピューターユースみたいな感じで、そのユーザーのコンピューターを使って、まあいろいろコンピューターのプログラム作ったりとか、まあ、旅行の予約したりとか、なんか、そういうことが、することはできますよっていう話なんですけれども、ちょっと、こっから先はまだ、確証があるわけではないみたいなんですけれども、多分、いきなりコンピューター全部使うんじゃなくて、なんかこうウェブブラウザ上の操作を出すツールからスタートするんじゃないのかなって、こう、言われてますと。で、一応、クロードが出してきた、さっきみんなで見たんですけど、クロードが出してきたコンピューターユースと、割と同じような仕組みああ、を、そうですね。割と同じようなものですけれども、それよりも制約はあるんじゃないかって言われますね。なんか、もともと OpenAI は、その、コンピュータユースみたいに、この何でも操作できるようなものと、あとなんかこう、ブラウザ上で Web を操作できるみたいな、なんか2系統で開発してたみたいで、いきなりデバイス全部だと結構セキュリティを懸念する人が結構いるんじゃないかみたいな感じで、ブラウザ操作っていうのをまず出してくるんじゃないのかみたいな、なんかそういう憶測はあるんですけど、まあ実際どっちが出るのかまだよくわかんないみたいな、そんな情報が出てるのかなと思いました。これって大した話。いや、なんか、コンピュータユースに近いものっていう話なんだとすると、それエージェントじゃなくねって思ってしまうんですけど、もっとなんかこう、いわゆる、普通にエージェントがいて、それをこう、オーケストレーションするエージェントがまたメタにいて、で、それをなんか、確か最近フレームワーク出してたと思うんですけど、それの進化版みたいな形になると、おお、なる。スワームっていうやつですかさすね。が。スワームの進化版とかになってるんだったら、すごいけど。すごいけど、でもすごいですけど、AI でそれみんなどうやってするんだろうとは思いますけど、まあでもなんか、コンピュータユースだとすると、とか、はい、なんかね、コンピュータユース出た時僕なんか、まあまあ、すごいな、みたいに思いましたですし、わかりやすいので、素人にわかりやすいので、すげえなと思いましたですけど、まあなんか不思議なことで、この業界っていうのは、後追いは大したことないなと思いがちなんで、ひょっとしてすごいのかもしれないけど。あ、そういう意味では多分、違いがあるとすると、その、計画能力、プランニング能力が、
違うんじゃないかな、思いますね。クロードが出してきたコンピュータユースは、何かある程度まとまった依頼を出すと、こう、なかなかうまくできないんですね。これっていうのは今のエージェントが抱えてると同じで、ちょっとプランニングにミスって、なんかこう、ちゃんと正しい挙動が取れないみたいな。それがコンピュータユースでも起こってたんですけれども、OpenAI はその、今 O1、O2 みたいな話ありますけど、そこのプランニングをめちゃくちゃやってるんで、なんかやった時にそれをちゃんと正確に、こなしてくれるっていうところの違いがもしかしたら出るのかな、みたいなのはなんとなく想像してました。なんかね、オープン AI の人たちは、やっぱりその論理的思考のところが我々の強みだと言ってて、他の、会社はなかなか追いついてこないだろうなと言ってるんですよね。で、論理的思考というのは、今遠藤さんがおっしゃったように、計画するところ、なんかこういうお題を与えたらどういう順番で何をすればいいのかっていうのをしっかり計画するところが、オープン AI は、一歩先に行ってるのかなという感じですよね。ですから、クロードは、ある程度、さっきのというか、動画見てる人には分からないかもしれないですけど、クロードの、動画を見たときも、やっぱりかなり詳しく説明してるじゃないですか。なんかサンフランシスコに友達が来るので、日の出の時間を調べてね、それから、どれぐらい時間かかるかも調べてね、その後予定表に書いてね、みたいな、結構詳しく説明して、まあ、その通りやってるというだけなんで、もっとひょっとするとオープン AI だと論理的思考が乗ってきていて計画できちゃうので、もっと簡単に友達が来るんで、日の出見に行きたいから調べてなんか予定表入れておいてねっていう簡単なことで全部何をすべきかっていうのを判断できるようになっているのかもしれないですね。だからそこが違いなのかもしれないですけど、まあ、出てこないとちょっとわかんないですけど。コンピューターユースすごいっす。すごいっす。そうだったでしたらね。ね。でもそうか、彼らのオープン AI の強みだというふうに彼らは言ってるので、まあ、出てこないかなとも言えないんだけど。はい、しまちゃんどうぞ。ごめんなさい。このコンピューターユースみたいな、コンピューターを操るエージェントであるっていうことは、割と確定的なんまあ、です確定ですよね。か？あ、確定。はい、そうですね。であれば、そうか。なんか推測できるのは、例えば、ブラウザの一つのタブの中で、今みたいにチャットのその画面だけで、こう、情報を解釈するのではなくて、例えば、まあ、普段皆さん、パソコンを開いていて、スラックとか、まあ、あとはブックマークとかもあるわけですし、なんか、クロームだったらタブがこういうふうに並びます。それを全部、お鍋で、情報全部取得していって、スラックの、チャンネルとかも全部自分でこう動いていかれたら、確かにいろいろ進むかもと思いました。そこまでできる。そこまでできたら要ね。するに情報の、インプットが増える。その人に関する情報のインプットを増やせるので、より正確な判断ができるっていうふうになって、O1 で論理思考できると、確かに自動化がめちゃくちゃ進むなっていう気がします。まあ、だから一学期出てくるというので、どれぐらいのものかっていうのを、まあ、ちょっと楽しみですよね。大きそな、うですね。これ、本当に、どっちか分かんないと思うんですよ。もともと今おっしゃったみたいに、その自由にデバイスを操作可能なエージェントっていうのが今おっしゃったみたいに、アプリをまたいで情報収集したり書き込んだりできるやつで、で、今回出るのが噂されてるやつは、その多分固定のブラウザの固定のタブの中とかだと思うんですけれども、そこだけ操作できるみたいな。なんで、ちょっと出てみないとわかんないですけど、サム・アルトマンさん、いつも小出しにしますみたいな。あとは、25年もエージェントを順番にどんどん出していくみたいなことを言ってたんで、なんで最初は、ウェブ上のタブを操作できるやつを出して、やっぱオープン AI が出すと話題になると思うんで、それでちょっとずつ慣れてからデバイスを操作可能なやつを出す。いきなりデバイス操作可能にすると、ハッキングされたらどうなるんだとか怖いとかいうのが出て、また潰されると大変だと思うから、多分、サム・アルトマンさんは、ゆっくり出すんじゃないかなって思います。ブラウザの、最初ブラウザのリリースを見て、僕らとしてはもう少しスケールの大きいことを考えて受け止めた方がいいということ。それが一気に25年に、なんですかね。どんどんすごくなっていくんじゃないのかなと思います。最初は大したことないと思うかもしれないです。なんかこの
リリースのなんか解説したサイトを見る限りにおいては、なんか、なんていうか、Windows のアプリの、なんていうの、自動操作、オートパイロットソフトがもう少し便利になったかなぐらいで受け止めちゃう。実はそんなことなくて、本当にやるっていうことですね。なと思いますね。その思考力、プランニング能力がついてるんで、まあ、あとは最初の段階で、どんぐらいの長さの、どんぐらいの粒度の、タスクができるのかなっていうのはもう一個見るポイントかなとは思いますね。それこそ事細かに指示しないとできないのか、それとも、デブデイで言ってたみたいな、その1日2日かけてやるような粒度の仕事までやって、で、わかんなくなったら、聞いてくるみたいなのをいきなり出してくるかみたいな、ちょっとそこら辺は出たのを見てみないと分かんないかなと思ってました。なんか質問ありますか？外部のウェブサイトを操作するみたいな機能なんじゃないかなって今話を聞いて、記事を読んで。まあ、それも結構大きな進化ではあります。別のアプリをってなってくると確かに多分、恐怖心しかないんで、やなと思いますね。メールを送ったりとかはできそう。できそうですね。これ、例えば旅行のプラン立てるとしたら、まだその飛行機取るとか、そういうとこまでいかないですか？1月の時点どうですかね。まあ、できるようなそんな難しい話じゃないと思うんで、できやる。ろうとすれば、例えばコンピュータユースにも依頼すれば、やろうとはするとは思いますけどね。ただ、成功するかわかんないですけど。怖いですね。ねえ、なんだろうね。ようやくされたら困りますよね。例えばデータとか、理論上は今、コンピュータ要素でも旅行の予約はできるので、その精度とかが、ちょっとした指示でもできるようになるぐらいの。全然技術的に難しい話ではない。何月何日から何日まで、ヨーロッパどこ行きたいから、予算いくらで全部ホテルから取ってたらやってくれる。やってくれるじゃん。大体、まあ、だって最安値とかで入れて、ピッてやったら1割で手厚くして、入れればいいだけなの。じゃあ、エージェントの会社を作るっていうことの価値がちょっと見えなくなりますね。これ、それこそこまでできた。例えば、そういう旅行のエージェント、なんとかのエージェントとかっていうのも、これ全部できちゃう。コンピューター操作するから。これが全部やってくれるんであれば、特化したエージェントを作るっていう必要がなくなりそうな話じゃないですか。ないですあ、ね。そこも実はちょっと同、あの別の、あ、YouTube の方で少しディスカッションしてたんですけれども、その定型業務か非定型業務かっていうところが結構ポイントになるかなと思ってて、こういうエージェントって結構非定型業務だと思うんですね。なんかこれまでやったことないとこも含めて、依頼するとやり方から考えてやってくれるみたいな。でも一方、なんか会社の業務ってもう、オペレーションが決まってるやつとかあると思うんですよね。そういうのはいちいち毎回考えてもらうと、なんか、やることが微妙に違ったりすると、逆にめんどくさかったりすると思うんで、例えばマイクロソフト、出してきてるみたいな、なんか、オペレーションをそのままできるようなエージェント機能、それこそスワームみたいな感じで、ちっちゃいエージェントをいっぱいつなげて、業務フローをやりますみたいな、そっちの方が、その定型業務は向いてるのかなと思います。旅行の予約するっていう話が今、まあ、できたとしたら、旅行の予約が勝手にやってくれるみたいな話が今出てますけど、他にどんな使い道が、どんなことができるようになる、遠藤さん、どんなことができるようになるとかって、なんかちょっと、イメージがあれば話していただきたいんですけど。ああ、そうですね。わかんないですけど、自分のよくとか、パッと思いつかない、例えば、このテーマについて、あ、でもこのテーマについて調べてまとめておいては、もうすでにできてますよね。できてますんで、なんかもうちょっとアクションが伴うようなことなんですかね。まあでもそういう意味では、意外と、こういうプログラム作ってみたいなのも、なんですかね。定型型っていうか、なんていうんですかね、ルールベース型っていうか、これまでのエージェントで、
まあまあ再現できてるんで、だから本当に何ですかね、新しい社員の人が来て、人に頼むみたいな感じになるんじゃないですかね。本当に頼む。新しい、例えば新しい社員じゃないですけど、新しい社員の人が来て、その人に、なんかこう、なんですか、ズームで喋りながら仕事を、一般的に仕事を依頼するみたいなのに近くなってくるのかな、みたいな。そういう意味では、なんか意外とパッと思いつかないですよね。パッと思いつかないからみんな、行動の作成とか旅行の予約とかしかデモしないのかもしれないですけどね。逆に。コンピュータユースも行動予約と旅行のなんとかと、あとフォームを埋めるみたいなでしたもんね。確かに面倒くさいですよね。うん。そこは思いつくところですけど。なんかその辺ちょっとスライドを読んでるんですけど、まあ収録はこんな感じで、ああ、そうですね。はいはい。うん。終えたいと思います。じゃあ、はい、どうもありがとうございました。じゃあ、一旦、レコーディング切ります。でも